ました第65回名古屋まつりエディオン久屋広場、続いてのステージは神戸清盛隊の皆さんによります演舞をお楽しみいただきましょう。結成8年目の神戸清盛隊、名古屋は最も訪れる場所だそうです。本日も名古屋の皆さんと楽しく過ごしたいと思っておりまするとのことです。さあ、それでは会場の皆さんと一緒に盛り上がってまいりましょう。神戸清盛隊です。
名古屋祭りへ。清盛ちゃんにござりまする。清盛様びっくりした。遠いのね。私ここです。ここにおってく。名古屋祭りやってまいりましたね。だよ、皆さん元気ですか。雨の中ありがとうね。ねえ、本当だ。いや、雨降ってないよ。降ってないですか。降ってない、雨なんて。昨日降ってない。降ってないですよ。降ってない。どういうこと。はいはい。ファブリーズですよ、これ。ファブリーズですよね。貯金されてんの。でもちょっともう、ずっと朝からやって、雨も降ったりしてたみたいなんで、はい、疲れてるんじゃないですか。大丈夫。もう疲れてる。疲れないとかじゃない。大丈夫が疲れてる。察してくれてありがとうございます。大丈夫です。聞こえた大丈夫ですよ。疲れてる、それ。それ大丈夫じゃないよ。すごい、半分しんどんで。ちょっとだけ元気確かめよう。そうですね。確かめる。ちょっとこんばんはだけ2回で決める。ちょっとね、我らのステージしっかり盛り上げてほしいので、はい、私が今から大きなこんにちは、大きなこんばんはを言うので私に大きな声で返してくださいね。いいですか。はいはい、皆様こんばんは。こんばんは。もう一回こんばんは。元気くん。ダメです。ファブリーズに打たれすぎて大変なんだ。まだやるの？まだやるの？次で決めろよ。いきますよ。こんばんは。こんばんは。いや、最高。名古屋祭り、さっきやっとこの道を歩いたんですけど、いろんなお店がたくさんありましたね。本当だね。食べたい店が山盛り。山盛り。名古屋祭り、ちょっと私久しぶりなんで。はい。私も、いや、これいいな。いいですね。そうですね。でっけえ祭りだぜ。だぜ。すごいですよ。僕にかぶれちゃったんですけど、今日はちょっと昼間わしらのパルコの方でね、インスタライブ最終をさせていただきまして、たくさん来てくださってありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、その時はもう大いに盛り上がって、ね、やばかったんで、このステージそれ以上期待してますよ。皆さんいけますか。声が小さい、いけますか。まだまだいける、いけますか。よし、行こう。というので、今から皆様にコール&レスポンスをお教えするので、私たちがああ言えばこういう感じで返してくださいませ。お願いしますよ。次、はい、はい、行きましょう。私がまず声を聞かせてと言います。皆様はおーいえと返してください。行きましょう。声を聞かせて。はい、続いて我がですね、笑顔が一番と申しますので、皆さんでスーキンと返してくださいませ。笑顔が一番スーキン。はい、ありがとうございます。続きまして欲しいものはあったらみんなで愛と返してください。欲しいものは愛。ありがとう。はい、続きまして私が寄り添いたいと言いますので、もっとと返してください。いきますよ。寄り添いたい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ私がそばにいたいって言ってるんですけど、今日は久屋にいたいっていうのでずっとと返してください。いきますよ。久屋にいたい。ずっと。ありがとう。はい、そして私が最後に抱きしめたいって言いますから、大きな声でギュッとって返してくださいね。抱きしめたい。ずっと。なんか骨が折れそうな抱きしめ方ですね。いい。名古屋の街に抱きしめたい。抱きしめたいって出してやるから、はい、みんなでギュッとで行こうぜ。というわけで、ぜひぜひ初めて見るという方も一緒に盛り上がってもらえれば楽しいかと思います。では、どうでしょうか。おいよ。では、みんなで長屋祭り、明日もありますけど、大いに盛り上がっていきましょう。花歌聴いてくださりませ。
お願いします。